とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。皆さん、メリークリスマス。本日はクリスマス、12月24日です。何をしてるかっていうと、レベル上げをやってます。なんとか今年中に800いけたらいいなと思ってるんで、レベル上げ頑張ってるのよ。今701、あと99上げなきゃいけない。で、今日はね、美味しいクエストが来てるの。これ、ごく迷子の迷子のトカゲちゃん、これがね、めちゃくちゃ美味しい、すっごい美味しいのよ。で、さらにラスボスじゃないから動画に出していいっていうので、めちゃくちゃいいの。ここをね、今回ってます。回ってきます。はい、このクエストね、めちゃくちゃいいのよ。めちゃくちゃいい。まあまあ、一番いいのは、動画に出せるっていうのが一番いいんだけどね。それとは別に、ラスボスほど強くないっていうところがいいよね。ラスボスほど強くないから、結構誰でも入りやすいクエストじゃないかな。うん。まあ、ただ残念なことに、今、真っ昼間なんで、まだまだ学校でしょ。明日から冬休みかな、学生さんは。明日から冬休みじゃないかな。なんでちょっと今日この昼間は一人でやってるんだけども、まああとどれぐらいだろうな、5ぐらいはレベル上げときたいな。これぐらいはなんとか頑張ろう。まあ30分ぐらいすれば5、6ぐらいは上がるからね。よしよしよし、いい感じいい感じ。これ本当パーティーだったら早いんだけどね。パーティーでみんなでガシガシやるとすごい早く倒せるんだけど、一人だとね、これぐらいがやっぱ限界だよ。うん。でラスボスと違ってね、必殺技メダルも出るのでいいよね。まあ、王者のブローと、あと1個なんか出たんだよな。うん。まあ、全員のやつは出ないんだけども、まあ、ボス武器なんかも出て、いいよね。で、報酬は、ラスボスと同じく、超経験値ボール3つ。で、クリア報酬で23,710。美味しい。ガチャコインの5個も美味しい。これはいい。うん、ここをね、なんとか固定しときたいんで、なんとかならないかな。日付変更とかしたらなんか固定できたりしないかな。わかんない。まあ、とりあえず、皆さん今日私、クリスマスだけども、レベル上げしてます。はい。まあ、今年中になんとか800いけるように頑張ります。はい。皆さんは、クリスマス、楽しんでね。では、ご視聴ありがとうございました。